そういう責任があるんじゃないかな。これからの子供たちにどんな夢を与えられるのか、どんな夢を見せられるのかっていうのは、だから今僕らも非常にその興味を持っている人の水槽エンジン水槽を持っている人がね、欲しいんですよ。そういうためにI'm going to go to the hospital.